バルト戦への向けてのコメント聞きたいんですけれど、あのバルトは勝ち上がりましたよね、藤田さんに勝って。その辺も含めてちょっと聞きたいですね、話を。まあ、藤田さんに勝ったことは評価、藤田さんに勝ったことは評価できる、評価してるそうですね。ただ俺も試合終わってから増量はしてるから。増量、ああ。え、現在何キロでしょうか。まあまあそれは言わない。言わない。当日の、当日、当日のことは当日だよ。当日、ああ当日の、それは大晦日のお楽しみ。え、大晦日の前、29日に2回戦ですよ。29日間違えた。いや29日、シードのもう一人エイちゃんなんすか。怒られる。え、怒られるね。これは怒られると思う。俺も怖い。俺もそろそろ怖くなってきた。ちょっと関係出てきそうな気配がしてるからちょっと怖い。そうですね。やめとこう、これは。はい。うん、はい、それは。まあ、話は変わって、今日、今夜バースデーパーティーらしいんですけど、うんうん、そのコメントの一つで一言。今日は、六本木でパーリーない。